ャンネル始まるよイエーイ。そうさ、一人なんだけど。そうなんですよ、今日はですね。なんなん今日これ。白メガネは、うん、カメラの後ろです。後ろだね、はい、久々だこれね。久々。今日あれでしょ、スペシャルゲスト。スペシャルゲストが来るらしいんですよね。早速呼んじゃう。はい、呼んじゃいます。早速、ね、早速じゃあ特別ゲストのお二方どうぞー。カレラさん、かわいいお二方が来てくれました。トリッキーでしょ。トリッキーだね。大丈夫。チャンネル史上一番ごちゃついてるから。ごちゃついてるでしょ。ちょ、ごちゃつきすぎて今回ちょっと白目があるからアウトっていうことね。そう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 、うん、けどいい感じの3人でしょ。じゃあ今日ペペとグルに来てもらいました。ようこそ。こんにちは。こんにちは。ペペだよ。まだで慣れてないんだよこっちも。いや今日実はもう早速なんだよね、はい、猫のペンオキとペンテルがコラボさせてもらって、すごい、これのねコラボ企画として、はい、ペンテルの猫のペンオキ、すごい、これルルとさペペ立体化しちゃってる。お二方、まあ、ペペとルルが立体っていうことでね、これ今回あすごい、ここに持ってもらって、はい、いそう、ね、見づらいからねこれね。えペペとルル、これ立体化はこうやってガチャは初めてなんですか。ガチャは初めてだね。初めて、すごいな。これ面白いんだよね、すごい。会話できるの。できるよ。何言ってんの。今回あの猫のペン置きはペンのオフィシャル化っていうのをどうしてもしたくて。なるほどなるほど、うん、公認のペン置き、そう、はい、公認のペンが欲しかったの、はい、でまあ何かいいことないかなと思ったら、たまたまツイッターでペペルルが、え、どっちがやったんですか。ペペかな。そうだね。これですね。これそう、これ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 ですね。一応も使わしょう。これめちゃくちゃ書きやすいこれですよね。本当にあのチャラ社長も知らずに勝手に開けていただいたんです。勝手にやってもらった。ありがたいですね。本当ありがとうございます。あのたまたまイオンで猫のペン置きをガチャって、であのツイッター見たら結構ノリが軽そうだったな。大丈夫だなと思って勝手に名称つけて上げさせてもらったんだよ。ペペに軽そうって言われたけど面白い。そうで、それでこちらがちょっと DM 送らせてもらって、コラボっていうか何かできないかなっていう、まあ、そういった話させてもらって、まあ、こういった形でご提案させてもらったらうまく通ったっていう。すごいですね。本当あのツイッターの DM から、まあ、念願だった公式、これガチャ DP にペンテルのさ、クリアついてるんだよ。持ってるってことね。持ってるってこと。いやもちろんだからいつものシャーペンとかボールペンも置けるけど、そう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 、ペンテルのクレヨンも置けるってことでしょ。そういうこと。これほんとめちゃくちゃ違う。 DP もさ、今までのこういったさイメージに近い感じにさ、このクレヨンっていつから発売されてるんですか。このクレヨンはペンテルクレヨンって言うんですけど、1955年かな1955年55年から発売している。だいぶ前なんですね。ペペ何歳じゃん。ペペはペンテルのクレヨンのパッケージになる前に一回もう生まれてんだよね。え、ちょ、設定では何歳ですか。設定では一応5歳ってことにしてる。5歳ってことでね、永遠の5歳ってことなのかな、だね。今、お互いに確認し合って狭い視界で確認し合って、ちょっと横でしか見えないから。で、これで歴代のやつ、これ触れそうですよね。これは小学校色鉛筆っていう商品で、これそんなに古くないんだけど。あ、そうなんですね。そうなんだよね。初めて見た。じゃあ、また行っちゃダメだよ。あピンを入れといてください。パスティックっていうね、なるほど、そっくりなそれのあの小学生向けの色鉛筆の時に、はい、ね、ペペルルを入れようかって話になって、でここに入ってんだよね。なるほど。ペペルルが可愛いですよね、めちゃくちゃ、うん、ありがとう、すごい可愛い。これはね、あの結構ね見るかなっていう感じしますけどね。そうですね。これとこれはね、これもあんまり僕見ないですけどね。これはこれもね、結構2000年代に入ってから出た商品なんですね。へー。あの普通のクレヨンってちょっとね細いんだよね。はいはいはい、はい、細いんだけど、はい、あの図工クレヨンっていうのはねちょっと太いんだよね。あ、本当ですね、太いんだ。見て、本当だ、太いでしょ。はい、本当だ、本当だ、ね、折りづらいとかそのとおり。子供折っちゃうからさ、色塗りするときね。確かに確かに。で、ちょっとね、一個一個で紹介しようかなと思って、はい、まずね、ペペのね、ペン置きね、こういう感じでね、いいね。あの、2本足だけど、ちゃんと自立できるようになってるから、めちゃくちゃ可愛いね。いや、あのね、猫のペン置きの腰つきもね、ちゃんと踏襲していただいて、再現してね。後ろもね、やっぱね、可愛いよね、これね。いい腰つきだよね。コピーライトもちゃんとペンテルって入ってますね。これね、かわいい。お尻かわいいね、やっぱり。かわいいでしょ。かわいい、めちゃくちゃ。素晴らしい。で、続いてね、ルルね。造形はほとんど一緒だけどね、これね。けど、一から造形作ってやってるから、ここら辺は。かわいい。うん。
そう、今回これうちが書き下ろさせてもらってこういう立体やらせてもらったからね、ちょっと若干イラストとは少し違うんだけど現代風にリメイクした感じだよね。はい、はい、そうですね、うん、まあ、でも今のお面もね現代風にリメイクされた。そうなんですよ、ね、違う、リメイクじゃないから本人たちだから違うペペルルだからね、ちょっとそこ設定見せないようにして、中の人はいないよ。そうだ、中の人いないから。だって服めっちゃカジュアルだってこの服じゃなかったね、うん、で続いて、ね、この猫のペン置きが一個一個クレヨン色っていうのかな、これが桃色バージョン、こっちの桃色に合わせてるかな。へ、うん、この配色はクオリアで選んだんですか。そうそう、これとこれがいいかなと思ってバランスいいよう、ね、に、はいはい、水色バージョンとかすごい色だよね。なんかね、今までにない感じでいいっすね。そう、ない感じだね。ちょっと工夫したのが、ここの DP クレヨンで描いた感じに。ああ、なるほど、うん、ちょっとデザインしてんだよね、ちょっとわかりやすく。どれ、ああ、ほんとだ、そうそう、今気づいたねクレヨンで描いたよっていうのを表現したくて。かわいいね。そうですよね、うん、黄色はね、ちょっとトラっぽいね。トラだね、うん、トラマサイトな。ヘペルもね、そう、トラ好きかな。なるほどね、うん、で、黄緑ね、黄緑はちょっとね、怖いかもしれないけど、けどいい色してるね。かわいい、かわいいよね、いい色してますね、うん、で、最後が灰色ね。灰色も結構ね、いいね、これね。こういう猫じゃいそうだけど、いそういそう、うん、まあ、全部揃うとすごい発色いいからかなり可愛く見えるんじゃないかな。ほんとね、ペンテルクレヨンを並べてるかのようなね。そう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 、ね、リアルに言うと初コラボじゃないですか。そう、初コラボ。そうなんですね。そうなんですよ、だから嬉しいね。違う、やっぱりさっき言ったけど、ここがさ、ちゃんとペンテルのさクレヨンが書いてあるのがいいんだよ。これが本当にいいんだよね。いや、でもペンテルさんのね、ロゴ使えてるの。そう、ロゴもね、大変だったよ調整が大変だった。クレヨンで5歳なのにめっちゃビジネスしてますね。大活躍してる。何でもやるね。助かったよ、社内で社内で揉まれてるんじゃないかってね、うん、それで面白い。じゃあ、ペンテルのいろんなペンもね、せっかくだからルル向けてもらって、うん、ちょっと紹介してもらいたいなと思う。はい、やってみます。見えるかな、ちょっと前が見えないかな。あ、そのペンはクオリアでもめちゃくちゃ使ってますね。 ありがとうございます。これね、これみんな知ってるかな、丸付けとかに使うサインペンだよ。これね、それがサインペンなんだ。サインペンです。すごい大変だ、すごい大変だ。サインペンだよ。え、それめっちゃカラーありますよね。そうそう、いっぱいあるんだよ。赤だけじゃないんだよ、みんな。黒と赤はよく使うね。私めっちゃ使ってますもん。監修でチェックするときは基本的にこれ使うんですよ。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと乗っけてですね。はい、じゃあルルは赤が好きなので赤をこれルルが難しいと思うけど一応押さえましょうか。ありがとうございます。これ絶対難しいと思うよ。プルプルしてるね。しかもさ、テーブルが低いからさ、そうそうそう、めちゃくちゃ置きづらい。怖いんだよ、なるよ。結構ね、やっぱね、撮影してるからちょっと緊張感もあるから、まあまあまあね、そうそう、プルプルになっちゃうよね。そう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 、うん、乗せます。やっぱ乗るかな、これで。面白い。ブル頑張ってる。いくかな。難しいよ。結構難しいかも、うん、諦めたよ。ちょっと乗せましょう。ベースが悪いからね、こっちの方がいいかもね。うん、行きましたね。わー、すごい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 、よ、日本人、ありがとう。やめて、みんなペペに流される。ありがとう。いつものチャンネルに戻る。他にも乗せてもらいましょうかね、したらね。じゃあ、筆ペン行ってみよう。これいくかな。これすごいね。どうかな、みんな知ってるかな、ペンテル筆だよ。これもね、これももう請求書書くときとか。そう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 。もう若干左で黒くなってますから。これぜひね、乗っけてね、ぜひね。絶対チャラチャラチャラ。俺やった方がいいと思うけど。頑張るよ。非常にやらせるっていうね。見えないよ、ここかな。はい、ここ。親指で持ってる。結構でっかいからどっしりしてる。そう、すごい親指で、うん、これ二本足だけどベースがちゃんとしてるからね、乗、うん、るんだね、すごい。ルルがめっちゃ力持ちみたいな感じになってる。なってるね。めちゃくちゃ合ってる。すごい強い。いや、こんな太いやつも乗るんだね。なんかこれはいいね。今までないですね、いろんなもの。ない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 。ルルは力持ちってことだね。ルル力持ち。これ限定品とか今後出す予定は何ですか。ペペルルのキンキンになったやつ。ああ、なるほどね。逆にね、問題なければね。
ペペルルが持たなければうちがやりたいけど、やってほしいな。やろうやろう、それね。あ、確かにここがちょっとさ、光沢感あるんですよ、ドレスっぽい。あー、いいっすね。かわいいよね、ゴージャスな感じ ね、はいはい、それはいけるかな。結構あれですよね、企画始まってからスムーズに商品化できましたね。いやこれは本当ね、社長のおかげだよね。いやいや、はい、メールを出すとすぐ何秒ぐらいね。すぐ返しちゃうからさ。いやあれ、あの条件だよね。いや、ルールに言われて嬉しいね。ペペペペだ。めちゃくちゃ楽しいわ今日。すげー楽しい。でね、ペンテルネコの手時計12月の19日発売、全7週300円。はい、集まってぜひね、あの店頭チェックしてみてください。チェックしてね。今日ね、紹介させてもらったペンテルの猫のピヨケでした。ペペフルありがとう。